ジャン君、ポーちゃん、外は雨ですが、明るいから集まってきたのね。外見えるね。少し窓を開けてみようという試みを今したんですが、湿気が。ジャン君、湿気が。涼しいんだけど湿気が。ねえ、今日涼しいのにね、雨だから。残念です。じゃあちょっと空気の入れ替えが終わったら、そうね。こっち開いてるかなと思って来ちゃったみたいな、ね。本当だ。そっちはまだ開けてなかったの。よしやね、少し開けてから湿気たっぷり含んだらエアコンに変えようか。湿気たっぷり。ポンちゃん、外は気持ちいいですか？ちゃん、綺麗ね。ジャン君、今日はこれからですね、クロケンおじさんが勝手に歌うというチャンネルの方で、お昼からまだあと2時間ちょっとあるけど歌うんですよ、おじさんはね。ジャン君はどうでもいいかってなってますね。じゃん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 。パンダ。パンダパンダ。はい、またいただきました。ありがとうございます。これは葵ママさんへのプレゼントでしょうか。そうなのかな。お誕生日かな。お誕生日でもいただいたりしたよね。なんかちゃんと全部出しちゃおうか。うん。一旦出しましょう。よっしゃ、お誕生日とはちょっと違うかもしれないね、うん、不思議なものが入っている、うん、お誕生日はね、もういただいてるからね。そうでしたか。うん、そうですよ。はい、じゃあ、うん、このたい焼きは何です？はい、たい焼きさん何です？はい、パンちゃん出た出た、面白い。はい、はい、座る。はい、パンちゃん久しぶりに。パンちゃんチェック、パンちゃんチェック。これはじゃあ、ポちゃんが。まあいいや、じゃあ最後ね。最後ね。謎の残る状態ですが、ポンちゃんのおかげで最後になりました。じゃあ、このお花のバッグから取り出しましょう。ポンちゃん。よいしょ。あ、ムーミンだ。はい。かわいいムーミン。ムーミン谷のビスケット。ムーミンのビスケット。かわいいです、はい。ムーミンの形してるやつですね。こういう感じだよね。うん、かわいいよね、はい。でもきっと食べちゃうよね。かわいいけど食べちゃうよね。ゆず茶が作れる、のど飴。ゆず茶が作れる。飴をそのままお湯に溶かすとゆず茶になるっていう。アイデアだね。これはさ、冬にさ、うん、良さそうだよね。そうだね。飴だから取っとけるもんね。うん、いい感じかも。ありがとうございます。ありがとうございます。そしてバッグね、バッグはポンちゃんが似合う。ポンちゃん入れちゃうぞ。ポンちゃん入る？ちょっとポンちゃん無理かな。はい、そしてはい、そしてこれを開けましょう。あ、なんかまた抗ウイルス加工されている、ふんわりタオル、はい、銀を使ったタオルハンカチ。お、はいはいはい。ベーコンマスクだ。はい、
冷感マスク。マイナス5度だって。すごい。涼しそう。いいよね、きっとね。はい、どうもありがとう。まだね、買ったことないの、この 冷感マスクっていうやつは、うん。買ったことなかったです。はい、ありがとうございます。これは何ですか？なんだろう。バッグかな？うん、バッグかな？あ、ニャンコだ。あれかな？なんだっけ？7月1日から値段が上がって、なんだ？あれね。あれね。もう言葉が出てこないね。おじちゃんとおばちゃんになったところね。はい、あれでした。あ、そうだね、はい、あれでした。あ、ポンちゃん、ごめんなさい、ごめんなさい、ポンちゃん。あ、鼻水出ちゃった。ポンちゃん、頑張って舐めて。そして、多分折りたたんでこれをうまく使うと、なんか上手にやるとなんかいなるんだね、きっとね。小さなあれになるということですね、うんうん、はい、あれでしたって。何あれって。あれって何、ポンちゃん。エコバッグだよ。はい、エコバッグでした。それでした。ポンちゃんのくしゃみがちょっと飛んでます。はい、そしてこれは、はい、あ、そしてね、同じところにこれが入っていたよ、はいはい、にゃんこの、はい、メジャー定規、定規です。これなんかどっかに立てかけておくと、うん、そこを通ったポンちゃんが何センチか分かるのか、うん、そうじゃないか、うん、かわいいね、にゃんくんとポンちゃんのね。ポンちゃん何センチかな。はい、はいね、あ、来ちゃった、来ちゃった。あ、ポンちゃんに乗られちゃう。ポンちゃん、ポンちゃん。はーい。はいさ。ん？ん？お？ん？お？なにそれ？ポータブルディープ UV 紫外線除菌スト 99% レイザー細菌。これはオンオフのマークがついてる。ポータブル赤外線滅菌。はぁ、安全で便利、健康な生活を送る。 UV だから紫外線でしょ。赤外線だ。紫外線、あ、紫外線、紫外線で、あの紫外線によってウイルスが死ぬっていうのは、うん、裏にもあった、言われていて、万能消毒スティック10秒の殺菌、赤ちゃん用品、ホテルのトイレ、マスク、エレベーターボタン、エクスプレスボックス、ヘッドホン、ヘッドホン、ドアハンドル、キッチンアイテム、うん、何か使った時に、あ、使う前にでもこれで10秒間やると殺菌されるってことなんだね。バッテリー内蔵でコードレスでも使えます。連続使用時間6から8時間、10分間1日使用で1ヶ月使用可能。はい、どうもありがとう。すごいね、こんなの初めて見た。知らなかった、こんなの。すごいね。はい、なんか最新のすごいね、アイテムいただきました。ありがとうございます。そしてすごいね、急速クールアイマスク。あ、目、あ、いいね、目やろう、俺すぐやろう。目痛いんだ、そうだね、今。あの、目が痛くなるなら本当に眼鏡を変えた方がいいと思います。へえ、本当にそう思います。クールとあったかいのとどっちがいいのか。 ね、あの、あったかいやつ買ったんだけど、うん、買って、まあ疲れ目だから、お母さんに、はい、でポンちゃん、え、これは、これは何、これは何か入ってたよ、何だろう、これはバッグ、開かない、これは何かバッグ、たまん、何かを入れるもの、これが入るとかだったのか、違うね、はい、はい、入れましょう、何かを。これそして、まあ、何にしてもこいつをこいつをじゃあポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃん、これは多分、中から出すとこれ真空パックになってるから面白い、ふかーってなって、じゃこれでジャン君を釣ればいいんだ。そう、ジャン君とポンちゃん、あ、ジャン君とポンちゃんか、のおもちゃ、ポンちゃんを目見ます、ポンちゃんがここから移動してくれないと最後の1個これが開けられませんよね。ポンちゃん、
ポンちゃんポンちゃんポンちゃんチック長く、お、うん、はい、膨らんだ、膨らんできた、はい、膨らんだ、ポンちゃん、いいね、ポンちゃんかわいい、ポンちゃんかわいいよ、ほら、なんか愛抜き出した。じゃあこれを開けてください。はい、はい、どうぞ。あ、ジャン君とポンちゃんのマットじゃない？なるほど。あ、クールマットだよ。はい、ひんやり、 ひんやりです。はい、ジャン君とポンちゃんのひんやりマットよかったね、ポンちゃん。はい、なんかたい焼きすごい気になってるみたいな。気になってる、なんかクンクンしてる、クンクン。ポンちゃんおめめ早く治るといいね。ね、はい、踏んだ。あ、いいね、ポンちゃん、まあ、とりあえず踏むっていうことですね。うん、ポンちゃんのこの乗る、ちょっと膨らんだとこに乗るのが好きだからね。はい、今回いただいたもののふかふかするやつはほぼほぼポンちゃん気に入りました。ありがとうございます。それからね、これちょっとすごい楽しみ、なんか、うん、ね、初めて見た、うん、こんなアイテム。はい、どうも、知らないものがいっぱいありました。ね、ありがとうございます。